そうですね、アイドル役と言いつつも、いつもやっているそういう日向坂のハッピーな感じ、明るい感じとは全く違うジャンルのアイドル役だったので、そういうところはいつも通りにやったら多分違う感じになってしまうのかなと思ったので、また役に寄り添った形になるように意識してちょっといろいろやってみました。そうですね、ダサダでやったあの篠原沙織とのちょっとツンケンした感じはだったり、そのはっきりものを言ってしまうところは似てるかなと思ったんですけども、今回の綿貫レミはそういう苦情に対しては結構当たり散らかしちゃうんですけど、自分にとって都合のいい人というか、しっかり人を、ね、見定めてこの人には媚びを売っておこうっていうのをしっかりする子なので、そこはちょっとうまく使い分けながら顔をっていうのはやりましたね。そうですね、まあでもそういうちょっと強気なところというか、人に当たる感じの性格のきつい感じはあんまり私とは似てないというか、目指しているものっていうのがしっかりあって、自分の中に芯がある子だからっていうところではあるので、そういう部分に関しては私もやっぱいろいろ目標があったりとか、自分の中でのこういう意思っていうんですかね、そういうものっていうのをしっかり持っているタイプなので似てるかなと思いました。とても素敵な環境で、温かい環境で活動させていただいてるなっていうのは本当にメンバーもみんな感じてますし、だからこそやっぱりたまにその緩みが出てくるという、気を抜いてしまうこととかもきっとあると思うんです、人間なので。ただそういうところに甘えないで、たとえどんな大きなグループになろうとも、個人個人が成長していろんな場に行けるようになったとしても、やっぱ初心は忘れたくないなって、自分たちがその前身のひらがな欅坂46で葛藤してもがき苦しんできた日々っていうものがあって、先輩方がいて、そしてだからこその日向坂があるんだぞっていうことは、やっぱ私以外にもどのメンバーも常にそれが根底にあってほしいなっていうのは思うので、これから先たとえどれだけ大きなグループになっても、やっぱ初心は忘れちゃいけないなっていうのはみんな多分分かってると思います。加藤志保さんですね。はい、いや私ももうパッと出てきましたね。シシ渡辺さん仲いいじゃん。はい。なんか加藤さんとなんかどんな会話をしたかちょっと。あ、それこそ昨晩とかも LINE が来て、なんか私あの実は今日誕生日なんですよ。日付変わってからなんかお誕生日おめでとうっていう自撮り動画が送られてきて、と、なんか私のお芝居すごい好きって言ってくれて、そうやってやりたいっていうのをしてたから、本当頑張ってねみたいなこととか言ってくださったり、なんか。昔とかはコロナ前とかよく一緒に遊びに行ったりとか、プライベートでも本当に仲良くしてもらってて、またやっぱ遊びに行こうよっていう風に昨日ちょうど連絡が来て、まあ今忙しくてなかなか時間とかもなかったりするんですけど、落ち着いたらまた遊びたいなっていう話はしてました。日向坂の獅子と。そうです、日向坂の眠れる獅子です。そうなんです、まあ、役名でどんな歌なのか、でもなんかすごい、あ、なんかアニメとかのエンディングにありそうだなっていう曲調で、日向坂にはない曲調です。ダンスも振り付けもそうですし、曲も日向には絶対ない。緊張しましたね、やっぱレコーディングとかも一人ぼっちで、本当にあんまそんな一人のレコーディングとかそんなにないので、3、4人一緒にいつも撮るので、みんなが私の歌声だけ聴いてるって思うとハッってなりました。台本でドライブステージもあるんですか？ありました。まさにそういうライブハウスで箱でステージに立って歌って踊ったんですけども、でも歌って踊るのは慣れてるんですけど、めちゃくちゃ客席がガラガラっていう設定で、そういうのはちょっとなかなか慣れてなかったので、すごい本気で切なくなりました。私の力じゃ埋められないのかっていう設定なのにそう思っちゃいました。ずっとやっていきたいなと思ってます、うん、
今はそうですね、アイドルもやってるのでそれもやりながらって形にはなるんですけど、そうですね、でもアイドルいろんなこと経験させてもらえるっていうのがすごくいい強みかなと思うので、またいろんな現場で学んだことをこういうお芝居の現場に生かして、それこそ今回の役もアイドルやってなかったら多分歌って踊ってっていうことがこんな簡単にさらっとこなせなかったと思うので、そういう点ではアイドルやってて本当逆にもリンクできてよかったなと思いました。なんかあってこその私個人であるのかなとは思うので、やっぱりグループのことはちゃんと大切にしたいと思います。そうですね、でもなんかもうパッと一言で言うなら国民の孫みたいな存在になれたらいいねっていうのはちょっと前にみんなでちょっと言ってて、なんかいろんな世代の方に見てもらえるようなグループになれたらいいなと思います。もう幼いお子さんからもそうですし、もうそのご年配の方とか誰が見てももう常に元気をもらえる子たちだねっていう風に言ってもらえるような、そんな親しみある存在になれたらいいなと思うので、みんなでそうやってグループの雰囲気も保ちつつ頑張ってます。